はい、こんにちは、スタンプタウンラボの大石です。今日は、銀座店にですね、暑い夏でもブーツ履きたい短パ男子呼んでおります。ダンさんです。どうも、ダンです。暑いっすね。モルドメさんです。どうも、モルドメです。よろしくお願いします。はい、今日は3人にね、集まってもらって、夏でもやっぱりブーツ履きたい男性諸君なんで、今日おすすめするブーツと、皆さんの夏のコーデですね、こちらをご紹介していきたいと思います。もう日々30度超えでかなりもう暑い。そうですね。さすがにね、長いズボンを履いてブーツっていうぐらいだったら、やっぱり開放感のある短パン皆さん履きたくなると思いますので、それを皆さんの得意なコーデでご紹介してみますので、こちらご覧ください。ではまずは小石君から。はい、今日のコーディネートポイントなんですけども、ダナーフィールドですね。まあ、普段走るか山行くかどっちかなので、確かに普段からもうそのまま走ったりとか、もう山行ったりとかできる格好が結構もうポイントになってきてるんで、今日もあの速乾性の高いシャツと、あとはあのちょっとサイドにもうポケットにですね、ペットボトルとかも入る、リラックスフィットな機能的です。もう機能性が本当に結構僕の中でポイントで、もうこのまま山行ったりとかっていうようなコーディネートになってます。でそこに、ダナーのダナーフィールドを、合わせてるんですけども、本当にこのままこの格好でこのまま、この前も山行ってきたんですけど、まあ、そこが結構ポイントかなと。で丈はまあ大体そうですね、膝上ぐらいですね。まあ、山登るときとかにこうあの引っかからないような丈感で、で、まあ、やっぱり足元ちょっとこう丈があった方がバランスが取れるかなっていうところなんで、そこが結構まあポイントですね。はい、で、まあ、ゴアテックスなので、雨とか。そういったところも気にせず履けるっていうところがポイントです。はい、じゃあダンさん、今日のコーディネートのポイントを教えてください。はい、僕はですね、今日履いてきましたのはレッドイングの875ですね。ミニパンにシャンブレのベースボールシャツですね。こういうので合わせてみて、夏なんでハットをかぶりたいと思いますので、これ今日こういう格好に合わせました。うん、はい、かっこいいですね。ありがとうございます。今回私の YouTube で紹介していただいたやつですよね。そうです、そうです。いいやつ出てますね。はい、一応靴下を緑で合わせてみて、はい、あ、さすがですね。カゴパンツのやつ緑で、はい、合わせましたんで、で、まあ、夏ですけども、ちょっと今日は YouTube ってことなんで、はい、ちょっとカチッとシャツは着てこようかなと思いまして、はい、シャツを着てみました。はい、で、あれですね、もうデニムでシャンブレでこうキャップも合わせてる感じですね。そうですね、はい、そうですね。はい、じゃあ次、諸留さんですね。はい、はい、じゃあ今日のコーディネートのポイントを教えてください。はい、はい、今回入ってきたのは、ダナーのマウンテンライトですね、ブラック。それと合わせて、コーディネート、してきたのがパタゴニアのショーツと、あとはまあこのオーバーシルエットな、T シャツですね。もう本当お休みの日はこんな感じで、もうストレスフリーな感じで、履いております。で、マウンテンライトもホールドすごく履きやすいですし、ダナーライトと比較すると足首のホールド感はそんなに強くないんで、ストレスを感じせずに履けるっていうのが一番のポイントですね。おすすめです。はい、やっぱり皆さんブーツ好きですね。そうですね。はい、他になんか気になってる今ブーツとかってありますか？そうですね、まあ、こういう時期ではありますけども、短パンにいろいろ合わせたいものってありますよね。そうですよね。じゃあそれぞれちょっと気になるブーツ紹介してみます。はい、じゃあ、はい、僕からいきますね。はい、こちらです。レッドウィングのスーパーソール。まあ本当にもう昔からの名作なんですけど、まあ、個人的にあんまり黒って履かないんですよ。ただ結構これすごくやっぱりこう、まあ、特徴的なやっぱデザインで、こうあのステッチのこう白がアクセントになるので、ブーツでちょっとやっぱりこう気になる一足なんですよね。でこの前ちょうど再入荷も入ってきたので、今ちょっとこれ狙ってます。はい、いいですよね。スーパーソールってあの本当にスニーカー感覚で履けるというか、そうですね、軽量だし、うん、インソールがポロンっていうクッション性のあるインソール入ってるんで、ブーツあんまり履かない方でも履ける一足だし、まあ、オールブラックなんでお洋服も合わせやすそうですね。そうですね。どの色とかで合わせるんですか？モノトーンとかでやっぱ結構合わせたいなっていう感じですね。はい、あと結構もう普通にデニムのショーツとか、でも合いそうな感じなので、いいかなと思います。ダンさんどうですか？
僕はですね、今日レッドインが入ってきてるんですけども、こちらのダナーのダナーフィールドロー、水族小用店ですね、こちらを気になってますね。今はこういう感じでデニムとかこういうミリタリーチックな格好で今日登場させていただいたんですけども、まあ、このダナーフィールドの小用店、こういうタッセルもついてまして、ちょっとミリっぽい感じの色合いにしてますね。非常にこのベージュ系の色ってお洋服合わせやすいかなと思いますんで、これからはまあフェスであったりとか、ちょっとどっか遠出して遊びに行きたいなっていう時に、まあ、今6インチ丈というか5インチ丈ぐらいでもありますけども、ローカットの方が履きやすいし、本当にスニーカー感覚で合わせていただけるフラットボディでもあるんで、これはすごく合わせやすいんじゃないかなと思いますんで、まあ、今日の短パンでも全然合うんじゃないかなと思いますね。こちらおすすめです。邪魔だったら取り外しもできるかなと思いますね。意外となしでもありかなっていうのは思いますんで、ただまあこの色って今まで出てないですもんね、フィールドシリーズでは誰とも被らないかなと、まだそういう部分でちょっと僕はおすすめしたいですね。僕これ黒履いてるんですけど、結構スウェードで今までのやっぱりこうスムースレザーとかちょっとだいぶ雰囲気も変わるので、うん、結構おすすめですね。はい。ボロドメさんどうですか？僕ですか？はい。僕はですね、このホワイトのノースウェストオックスホールド来ましたね。これ最高にこれ最高にいいと思います。僕みたいなわがままボディの人間がこう夏の足元にボリュームあるとすごく合わせやすいと思うし、今日だとダンさんみたいな格好のミリタリー系のパンツと上シャンブレー素材のコーディネートなんか結構合わせやすいと思います。いいですよね。ホワイトの中でもパッドシューズのような感じで合わせていただけるような一足なんで、しかもこれこのカラー廃盤もう分かっちゃうできないので、今テントストックである分のみになっちゃうので、なんかすごい定番的な色っぽく見えるんですけど、なぜかホワイトもなくなっちゃって展開がなくなるってことなんで、ね、なかなかこういう色って意外とやっぱり合わせやすい。レッドイングでもしかり、ホワイトでもしかり、こういうサンドでも使いやすい色合いではあります。特に春夏こういう明るい色って合わせやすいと思うんで、廃盤になってしまうっていうのも悲しいですけどもね。今おすすめですよね、この色は。今が一番熱いっす。キュいや、これ本当、まあ、1年使えると思うんで、特に夏の出番が多いとは思うんですけど、うん、今のうち。はい、いかがでしたでしょうか。僕ら短パン男子が履きたいブーツおすすめしました。はい、他にも店頭にもですね、まだまだショットに合わせたいブーツたくさんありますので、こちら3名にですね聞いていただければご紹介しますので、ぜひ店頭にも来てください。はい、よかったら、チャンネル登録といいねお願いいたします。じゃあそれではまたねまたね